ヤッホー、こんにちは。パムカルチャーと平和道場と東京アーバンパムカルチャーの総夜会です。はい、で今パムカルチャーと平和道場を電気のオフグリッド化プロジェクトで自主クラウドファンディング中で、今日が最終日です。残りあとわずか。はい、なのでぜひぜひまだ支援したいけどできてない人、考えてる人、よろしくお願いします。今はね僕のパーマカルチャーの先生とサムとユリコブロックさんってオーカストにいる僕がずっといろいろお世話になってる人たちと今いろんな木の剪定をしています。今スモモとかプルーンとか、まあ、いろんなフルーツをここに植えてフォレストガーデンを育ててる最中なんだけど、まあそれをいろいろ指導してもらいながらクラウドファンディング頑張っているので、せっかくなのでちょっとゆりこさんの動画すっごいおすすめで、彼女とにかく笑いの天才なので、また説明の場所に貼ろうと思うんですけど、ゆりこさんからちょっと一言。じゃじゃん。はい、ゆりこです。はい、初めて道場に訪ねさせていただいて楽しんでいます。イエイ。はい、10年ぶりに日本に帰ってきました。はい、はい、よろしくお願いしますありがとうございますはい、なので皆さんぜひぜひ応援してください。でいつかパームカルチャーと平和道場にぜひ来てください。実際なんていうのかここはみんなの学びとかいろいろな実験からインスピレーションを得られる場所としてやってるので、まだ来たことない人ぜひ来てください。で来たことある人また帰ってきてください。じゃあまたね、よろしくお願いします。